はい、レオンチャンネルです。プレ版から金ピカのこのオーマジオライドウォッチが到着しましたが、そういえば少し前にリンチャンネル K さんとお会いした時に、レオンさん、これ前にレオンさんがいいいいって言ってたオーマジオ風のライドウォッチをよかったら余分に1個作ったので差し上げますって言ってまたもらっちゃったんですよ。いつも本当なんかお会いするたびくれるんだけど、あの創造主はありがとうございます。どこかのタイミングで開けて確認しようと思ったんだけど、これよ、まだ僕もちゃんと見てなかったんだけど、こちら今回この金ピカオーマジオが届いたタイミングで、わー、これ前見た、おー前見たやつ、あ、でもシールが以前お借りしてレビューしたやつよりクオリティここ違う、上がってる。前もうちょっとここが若干手作りっぽさがあったんだけど、バージョン 1.5? バージョン、今流行りのバージョン2かな?すげえ!すげえ!これもらっていいやつなんだ。この場を、まあもちろんその場でもうありがとうございますってお礼を言ったんですけど、もうこの場を借りて、リンチャンネルさん、また、こんなすごいライドウォッチをありがとうございます。お願いして作ってもらった、ガイムライドウォッチの重塗装版ね、これも台座に飾って超宝物なんですけど、いや、やっぱすごいわ、塗装技術。ということで、見ていきましょう。リンチャンネルさんのオーマジオ風ライドウォッチですね。はい、全体ぐるっと見回すとこうで、以前ちらっとあの金ピカの時空ドライバーと一緒にお借りしたやつの、わざわざ僕用にこれ作ってくれたんだって。で、一般的なデラックスと違ってフル塗装なんですよね。成型色とかが一切使われてなくて、もちろんこのピンのとことかこういうところはね、スイッチ系は成型色ですけど、それ以外はベースが完全金ピカで、ここがさ、ガンメタになってるのよ。全面パーツのサイド部分が。で、全面パーツがゴールドになってて、上がここが同じガンメタだ。で、中は、これはジオライドウォッチ、これっすね。これをベースにしてて、ただ、2068とか、ちゃんと書いてあるし、仮面で歯車があると。で、ライダーのここの、目の部分、複眼部分の造形は、オーマジオらしく、まがまがしいものになってますね。で、オーマジオ風ですから、この辺のね、時計の柄とかは表現されておりませんが、比較するとこうで、これすごいな、わかった。これをさ、こう外すじゃん。で、こうすればいいんだ。今回の、この前面パーツを外して、ハイブリッドみたいな。リンチャンネルさんとプレ版のコラボみたいな。うわぁうわー、すげえ、金ピカボディに金メッキ。うわ、すげえ、完成版じゃないで、もともとのさ、ここのライダーの文字がちょうどサイズ合ってる感じ。やば、普通の組み合わせのものと比べるとこうで、こっちがリンチャンネルさんとのハイブリッドのやつですね。こうよ。超金ピカなんですけど。で、ここガンメタになってて、仮面の文字もわかりやすいっすね。で、顔のさ、ここの部分全然違和感ないんすよね。ボタン押すと?ジオーで、いつものジオライドウォッチ。タイムマジーンとかになるわけね。まあ、こういう違いはありますけど、やっぱ小山さん、ジオ関連のボイス1年やられてますから、初期と一番後期の方で、だいぶテンションが結構違いますよね。いや、これはこれでいいな。逆に、このベースの外したこっちの方に、K さんのこのカバーをいけますって言おうと思ったけど、あ、いけないのか。そうか。
っていうかさ、もうなんか順番興奮して順番ぐちゃぐちゃになっちゃってますけど、一旦これで、これでこうずらしていい。これでまず普通の状態表でずらす。こうね。こうなるわけね。2068がこうやってずれてるんだ。で、仮面の文字ね。こういうのもオリジナルで作ってるわけでしょ。おー、これが、オーマジオライドウォッチとの差って感じですね。こっちは赤くなってますけど。で、この状態で光らせると、こういうことね。そっか、こっち白いから、さっきの、この状態が、より、あの、大魔女っぽく見えたんだ。こういうことよ。ほら。この色ね。もともと、そうそう、ジオライドウォッチってちょっとピンクっぽいから、それがなんかあれか、シールのせいで赤っぽくなってるのか。わ、すげえな。大魔女ライドウォッチより、さらに、色が、大魔女っぽいというか、こっちの方がね。リンチャンネルバージョンの方が。うおー。そういうことか。なので、あれだ、カバーをこの僕は2バージョンで楽しめるわけね。だってこっちでほら、目の光り方めっちゃいいっすよね。うわ。かっこよすぎでしょ。あ、こっちはこっちで赤なんだけど、発光がピンクだから、ね、こっちはこう赤なんだけど、文字がね。でも発光は白なんですよね。あー、こういう楽しみ方が、僕だけ、できると。ありがとうございます。これってハマんないかな？なぜかハマんないんだよな。一応このベースの今回のオーマジオライドウォッチね。オーマフォームに変身するやつをベースに K さんが作ったこの全面カバーをはめたいんだけど、ああ、はまんないんだよね。ここは、こう斜めにははまるんだけど、こっからね、回転しない感じ。うわー、でも、とりあえずこれは、2バージョンで遊べて、ああ、こっちはこっちやっぱ金ピカいいなー。ああ、豪華仕様って感じたな。劇中だとメタリック塗装されてますから、割といろんなアイテムが、これはプロップ的というか、映えるねー映えるねー。じゃあ、K さんの大魔女ライドウォッチで変身。発光色やっぱいいな。変身。で、必殺とかね。これでこういう遊びもできるよね。両方金ピカで挟み込むと。変身！わあ、いいっすね、必殺。音声は被るけど、やっぱ見た目が特にいい。こっちがオーマジオライドウォッチで、こっちがリンチャンネルさんオリジナルのオーマジオライドウォッチ。これはかなりすごいな。要はこっからグランドジオで遊ぶこともできますね。でもこれあれか。本来はここにジオライドウォッチがこうやって来るから、その連動サウンド自体は原作通りなんだ。
ゴーストエグゼイドビールド、お前が歌うんかみたいな。もうあれでしょ、みんな散々聞いてるから、被ってもいいでしょ。で、必殺とかね。こういうこともできるわけっすよ。すげえ、これ遊びの幅がとにかく広いですね。これこそ最強時間ギレードに合いますね。ちょっとこれはもうあとリンチャンネルさんの銃塗装同士で変身しようかな。すごい豪華、メタリック&メタリック変身。いいっすね。うわー、ありがてえ。あれですよ、ちゃんともらってばっかりじゃなくって、ちゃんとお礼もしましたからね。とはいえ、こんなに手間のかかるものを喜ぶと思って、と思ってくださるなんてもう優しすぎでしょ。神っすよ、神。ということで、ちょうど大魔女ライドウォッチがプレ版から到着したタイミングで比較することもできましたし、改めて思ったのが発酵食、ジオベースのこの、ピンク風に発光するのやっぱいいっすね。あと全部塗装だし、ガンメタとゴールドと。なのでリンチャンネル K さんのね、もうみんな見てると思うんですけど、動画は下にチャンネルと各動画リンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、リンチャンネル K さんからいただいた大魔女ライドウォッチでした。